いつもだってね。あ、先生、ケアフォー。ケアフォそれはあのレッドファン、レッドファン。そうそう。だから2つの仮説があってね。うん、そうそう。だからまあシュミットなんかマルキもガチ宇宙人説。そうそう、異星人説と、うん、じゃなくてやっぱりね軍の秘密実験だという。原子力超音速旅客機、ね、を作ろうという実験があったんで、うん、そういう資料がなくて、それをデータ取るために小柄な人間を乗せて落としたという。それでまたそのね、そのテクノロジーってことになると、うん、そのいわゆるドイツ軍のあれに遡ったりとか、あるいはムーでも書いてますけどね、うん、原点もしかしたらナチスにあるんじゃないかっていうね、うん、だから戦後空飛ぶ円盤型の UFO が盛んにね目撃されたのはやっぱりその、うん、ナチスのあれじゃないかって話もあるし、うんうん、ただね円盤って昔から飛んでますからね、うん、一概にそうも言えないんで、そうですね、これロズベルね、本当にもう謎ばっかりで、だこれが解けるとあの UFO の謎が全部解けると僕はね思ってますけどね、うん、なんかねあの例のケネディ暗殺のやつが2039年と、うん、いうことがあって、こうロズベル関連のあれも出てくるんじゃないかなと思うんですけどね。だけど事件があった当時あの町の人は宇宙船が起こったというあの噂で持ちきりだったらしいですよ、うん、でもね、うん、そうなんですよね、あのすみません腰折ったけども、うん、もうあの彼が言うのはね、ドン・シュミットが言うのはもう証人自体がもう年いっちゃってみんなどん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 亡くなっていて、例えばジェシー・マーセルジュニアでさえももうないですもんね、うん、だからもう生き証人っていうんじゃないけども、見たあの看護婦の話もそうだし、なかなかもうその時代生きていた人がいなくなってしまったっていうことがあって、うん、でもともとなぜこれ謎かというと、さっきこの最初に残骸発見したブラゼルね、うん、それからそれを持ち込んだ保安官事務所の彼、うん、それからこれあの、ね、ロゼルのラジオ局のフランク・ジョイス、うん、この3人が最初の情報を聞いてるんですよ、うん、でも彼らは何も喋ってない、なんだから分からない、見てるんだから、見て、ね、実は体験したんだけど、うん、やっぱり、うん、それでねロズベル事件がよく分からない、うん、日付もよく分からないわけですから、うん、いつ落ちたの、そうそうそう、うん、2日とか3日とか4日説が出てるけど実際よく分からない、だからこそ現場はもう2つ以上なければいけないってことですよね、うん、でもこれ有名な写真ですよ ね、 これね、で肝心なでこのジェシー・マーセルがちょうど保安官事務所から電話あった時、なんかちょっとランチタイムでサンドイッチ食ってたらしいんです、面倒せえな今頃なんで電話なんか来んだよ、うん、でねこのねこの写真皆さんご存知でしょうけども、この何とも言えないこの上目遣いな感じ、これがこの表情が全てを物語ってるんではないかって気はしないでもないですけど ね、自分が見たものと違うわけですから、そうそうそう、違うわけですから明らかに、うん、でよくビームっていうこの梁とかこの柱みたいなっていうのは、うん、言葉が出てくるんだけども、それになんかあの象形文字的なものが刻まれてたとか、これだってこれどう見てもアルミ箔ですもんね、でバルサ材みたいな感じでしょこれ、モーグル気球って、でこれあのなんとかボンド・ジョンソンというカメラマンが撮った時にまだ焦げ臭かったって言ってますから、うん、ありえないわけで、うん、そんなのな、急遽、ね、急遽こしらえて、ね、落として燃やして持たせて撮らせた、うん、みたいな感じですかね。でそういうマーセルが後で1980年代か、うん、あのインタビューでやっぱりあれは違う、地球外のもんだっていうことを言い始めて、そこから広がったわけですからね、うんうんうん、からそれも分かんないですよ、うん、陰謀かもしれないし、そうですね、例のね MJ12 が出てきた頃の話なんで、で最後に先生ロズベル行ったのいつ頃でしたっけ、何年ぐらい前でしたっけ、もう10年、20年なんないか、20年なんないですけども、その当時はまだ当時の消防署に勤めていた人の娘だか息子の友達から聞いた話だみたいな、そういう傍証はいっぱい出てきたんですけど、まあ もちろん傍証なのでその裏を取る術はないけども、だから話ばっかり都市伝説みたいな部分もあって、そうそう、これな、そう最初からあのこれ7月8日か、だって新聞がロゼルのデイリーことが、ね、円盤捕獲したっていう言っちゃったじゃないですか、そう操作って言っちゃってるわけだから、操作キャプチャーって言っちゃってるわけだけど、うん、なんでこうなったかというと、第二墜落現場で考古学者のチームを発見して、で教授が学生にちょっと通報しろって911連絡したわけですよ、うん、近くのガソリンスタンドで、で911通報すると消防署と保安官事務所と軍同時に行くんだけども、最初に消防署に行っちゃったの通報が、民間に、民間に、そしたら消防署のもう
慌てて行っちゃった。最初に到着現場に到着したのが消防署なんですよ、うん、その娘さんがね、うん、フランキーローだっけ。フランキーロー、うん、でね、なんかね、このフランキーローっていう人がね、あったりありましたよね、うん、あったあった。なんかね、すごい結構感極まっちゃう人で、当時を思い出すんだかなんだか知らないけども、ちょっと聞いてると泣いちゃうの。泣いちゃうの本当にね。で彼女はそのでしばらくはいつ来い、ね、大丈夫大丈夫みたいななだめて、なんだかこっちは言ってるから聞き出さなきゃいけないから大丈夫ですよみたいな感じで、いや大丈夫じゃない、泣いちゃうみたいな、うん、で破片を実際に触ってる。そうで掴むと掴むと置くと水が流れるみたいにシューッと広がってくるんですって。シューッて本当にで、あの水本当言ってた、そういうね言ってましたね、水が流れるようにスワッと薄いあの感じのあのタバコの中蓋開けてなんかこんなあれがあって、それがもっとほんとピラピラピラって絹みたいな感じでさっと置くとヒャーふわーっと広がるんですって、うん、とすぐ軍が来て脅かされて、そう、うん、砂漠であの眠らされたくなかったらそれをよこせって言って、そんな話をね泣きながらされた日にはこっちは信じますよ本当に。だ相当だからそういう観光例というかね、敷かれたみたいね、うん、だからそういう、まあもちろん証言だけですからね、あの現在にブスがないわけだから。でもね、そういうまあ証人の人たちはいいんだけども、うん、なんかあのミュージアム関係とかリサーチャーっていう人の中には、うん、もう本当にもうビジネス集がもうプンプンする人がいて、なんかそういうのもなんかそういう辺の見極めもちょっと慣れたかなって感じが、そうそうそう、いつの間にか違う墜落現場ができちゃったりしてね、そうそうそう、もうでそこ行ったらそんなこと聞いたことないわとか言われて、ね、祭りですよもう本当に、ね、絶対的にそう、うん、いろんなことがありますよね、行くとね、うん、ただ行ってみないと分かんないんでね、うん、これは。ただね、一つだけ言えるのは UFO のロズベル、あの UFO フェスティバル、ロズベルの UFO フェスティバル楽しいです、本当に楽しいです。もう本当にもうアメリカアメリカしてて、お土産もいっぱいあるし、もうすごい、もう最初の一番最初ロズベル行ったの80-90年だったかな。その頃はもう本当に UFO ミュージアムちっちゃくてあれだったんだけども、もう今お土産屋さんすごいですもんね、うん、すごい、いっぱいあってもう観光地化していて、うん、もうただあのね、うん、ディスプレイが下手ですけどね、そう、チャチですよねミュージアムひどいですよ、そう本当に、なんか入るとって思うぐらい平気で埃が溜まってるし、ね、だから雑、あとはもう日本人がやれ、もうちょっとアメリカ人っぽい、良くも悪くもアメリカ人っぽい感じ、そう、まあ、だけど本当にその UFO ミュージアムはもう面白くて、ね、うん、街中歩いてるだけでも UFO 好きには本当面白くて、とても楽しめる街だとは思いますけど、まあ結局ね、ただ田舎です本当に、うん、本当に田舎でご飯食べるとこもあんまなくて、そう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 、うん、そうなんですよ ね、でまああれですかね、一番やっぱり先生一番印象に残ったのはどこですか、ね、場所的には。場所、うん、場所はやっぱエリア51だよ、ロズベルで。ロズベルだったらどこだろう、うん、第二現場、第二現場かな、うん、でまあね、いろいろ話が出てきてね、うん、ロズベル第二現場っていう、さっきの話のとは別なんですよ、うん、まあそんな感じで、まあこういう感じでもうロズベル、うん、いつもね絡めるのはね、ロズベルとネバドのエリア51なんですけど、ね、まあエリア51の話もいろいろありますよね、観測とかね、寒い中観測したりとか、それ それまた次回ですね、そろそろ締めみたいなので、じゃあ最後にね、全然話は変わるけど、ちょっとこれオフレコ話ですよ、 Careful ちょっと僕はあのコピー機であのリコの業務用のリコピー機使ってるんだけども、で最近担当者が変わったんですよ、で挨拶に来て名刺交換して、で並木さんなら話聞いてもらえるというわけ、その彼がね、うん、まだ若いんですけど、先生それ言っちゃうの、あれ、うん、あれあれあれ、ビーキャンプ、ビーキャンプ、あ、じゃあやめとくこれ、もう上手ちょっと今そうだね、ちょっとだけね、ちょっとだけ、もうまあ、簡単に言えばあのあれですね、 UFO 現象があるということです、うん、うわ、もうちょっと言うとその彼の父親がパイロットをしてるっていう、あ、そこ行っちゃうといけないんで、そこまで、あのちょっとね、今編集長からピッて出たんで、やばい、ね、UFO 現象とあのユーマはあるということです、うん、存在するっていう、
この2つは、うん、そういうファイルがあるっていうことでやめておきましょう。これまた追ってまたあのね。ちょっと、もやもやっとした感じで終わりますか今日は。おもやせぶりに。で次の機会があったらエリアね。あの飛行機のエンジントラブルでなんとかっていう時はちょっと気をつけた方がいいっていう話ですね。あね、そこまで。そう常にその中に鳥が入ってるわけじゃないよって話ね。そういうことでやめてしょ。それでそこからの今度また次回があればね。ということで今日本当失礼しました。ありがとうございました。